小大切除術は、刺臭外科治療において、歯肉脂肪粘膜形成術に分類される術式の一つである。ここでは、刺臭治療や補鉄前処置における小大切除術を主として記載する。発語などの問題から、乳幼児期に行われる下交尾切除術に関しては、他項目を参照のこと。小大切除術と交尾切断術は分けて考えられる。 交尾は、口腔内に置いた方、下、上下唇にあるだのことで、筋組織と結合組織を含んでおり、口腔機能の働きに寄与している。超大切上実は、交尾の位置、形態、数の異常がある患者に対して適応となる。刺繍治療において、交尾の位置異常により、付着歯肉の不足や、プラークコントロールの不足が生じる場合などに、用いられる術式である。 小体切除術と交尾切断術は異なる。方交尾の付着以上、特に行尾付着が認められる場合などの問題点から切除術が行われる。術式は局所麻酔下にて行い、切開線設定後、メスにて切開する。下顎の場合は、お外神経の損傷に注意する。切開の深さは症例によって異なり、 剥離した後形成されたフラップを高校前提の強症を解消する方向に移動し、方法する。高校前提の拡張を兼ねることも多く、そ面が大きくなる場合には、有利派肉の移植を行うこともある。また、神秘欠損用グラフトを用いることも有効である。グラフトにより感染と術後の後戻りを予防することができる。上唇後尾が行為付着や肥大している場合、 上顎両側中摂歯間で、正中理解が生じることがある。通常であれば、側摂歯の放出とともに、上顎両側中摂歯間の感激はなくなるが、解消されない場合には、切除術や強制治療の対象となる。術式として用いられているのは、などがある。術式は簡便である部位型切除法を例にとると、局所麻酔後に、後尾を、元し部より切除し、 ひし形にできたそうめんをそのまま縫合する。グラフトなどを行わない場合、20から50%で再発の可能性がある。ありがとうございます。